皆さんこんにちは、アスキット投資クラブです。今日はですね、6513オリジン電機の動画解説をしたいと思います。先週はですね、地震の影響でですね、相場全体大きく下げましたけれども、当然オリジン電機もですね、地震が発生した翌週からですね、株価も大きく下げてきております。で、3月の15日ですね、15日火曜日の時もですね、当然大きく下げてるんですけれども、その後ですね、16、17、18とですね、比較的戻りが早くなってきております。で、18日はの基準線に乗せてきてますね。で、多くの銘柄がですね、大きく下げた、月曜日の高値をね、なかなか抜けきらない銘柄がね、多いですけれども、その中でもオリジン電機はですね、月曜日の高値をこう抜けてきております。この安値つけたのはこれ火曜日になりますね。で、水木金と続伸してきてますね。で、基準線乗せてきております。他の銘柄から比べるとですね、比較的戻りが早いのではないかなと思われます。で、買いの目安としてはですね、基準線あたりでね、下げてきたとしても、そこがサポートされるようであればですね、当然そこは買い目線になりますね。多少下げたとしてもですね、この17日と18日のこの窓埋めですね、窓埋めから基準線あたりの、ね、株価で推移するところがあればですね、そこは買い目線でいいんではないかなと思われます。で、もし下げずに一挙に行ってしまうとですね、当然500円という節目がありますけれども、地高線がちょうど基準線に当たりますので、仮に上がったとしても一回はですね、押す局面が来るんではないかなと思われますね。安全に行くんだったらこう一回ね、押してきたところを狙う方がね、安全かなと思われます。で、目先のターゲットとしてはですね、この金曜日と月曜日、この大きな、ね、窓が開いてますので、まずこの窓埋めのところですね、ちょうど2月25日のこの安値515円というのもありますので、まず窓埋めがですね、最初のターゲットになりますね。で、そこ窓埋めてくるとですね、この2月21日の高値、もしくはこの3月1日これはもう580円ですね、この580円がですね、次のターゲットになるのではないかなと思われます。で、押してきたとも順調に上がってくればですね、問題ないですけれども、逆に下がってきてですね、400円割ってきて、なおかつこの17日の木曜日のこの安値ですね、この寄り付きの安値をここまで切ってくるとですね、せっかく勢いよくね、戻ってきたやつがですね、逆にあっさりと崩れる形になりますので、400円割ってくるとちょっと警戒ですね。で、この17日木曜日のこの安値を切ってくるとですね、一度撤退を、考える必要が出てくるかと思われます。では以上でオリジン電機の動画解説を終わりたいと思います。ありがとうございました。